ウクライナとロシアが計478人の捕虜交換。UAE が交渉仲介。ウクライナとロシアは3日。200人以上の捕虜を互いに解放したと発表した。民間人も一部含まれている。AP 通信が報じた。アラブ首長国連邦。UAE が交渉を仲介した。捕虜交換の成立は2023年8月以来で、ロシアがウクライナに全面侵攻した22年2月以降では最大規模となった。 報道によると、ウクライナはロシア側の248人、ロシアはウクライナ側の230人の軍人、民間人をそれぞれ解放した。両国の捕虜交換は22年2月以降で49回目だという、ウクライナのゼレンスキー大統領は3日の声明で、ロシアに拘束されている、すべてのウクライナ人のことを忘れていない、あらゆる機会を捉え、仲介の選択肢を試していると述べた。ロシア国防省は 複雑ななな交渉プロセスのののの結果、248人の軍人人軍が帰還ししたたた。UAE 道的な仲介のおかげで可能になったと説明した泥沼状態に陥っているロシアとウクライナの戦争においてまだ両国が断絶せず交渉の余地を残していることがこの最大規模の捕虜交換の実施でわかるロシア正教のクリスマスは1月7日ウクライナ側は一昨年より公的に12月25日へと転換 捕虜交換はこの時期に合わせたのだろう。帰還したウクライナ人の中には、正規軍兵士や国境警備隊員のほか、民間人6名も含まれていた。彼らは、激戦地マリウポリのアゾフスタル製鉄所やチェルノブイリ原子力発電所で防衛任務に就いており、一昨年2月23日の大規模侵攻初日から拘束された者もいた。女性兵兵兵士はは5人海兵隊衛生兵だったハリナさんは捕虜施設で ウクライナ語を話すことをやめず、何度も他の劣悪な捕虜施設へ連行されたのだという、たった一人の行動だが、捕虜になっても、祖国を守るという抵抗心と気概が国民の一体感につながっている。果たして、ロシア側にそれがあるかどうかは疑わしい。中国は不動産バブル崩壊で、失われた10年に突入するか、高層マンションが50棟も集まる巨大団地が、 中国の不動産バブルがついに崩壊するのか、中国経済は今後どうなるのか、2023年は中国経済の低迷が世界の注目を集めた、コロナ禍の反動から高成長が期待されていたが、蓋を開けてみると消費、輸出ともに低調、そして2021年から続く不動産市場の低迷はさらに深刻化している。約11兆円という天文学的赤字を計上、危機の行使となった恒大集団。 エバーグランデは前年、前々年の決算を2023年7月に、遅れに遅れて発表したが、2年間で約11兆円という天文学的赤字を計上した。さらに創業者の許可員が当局の監視下に置かれていることも判明、建設資金をかき集めるための投資商品販売に詐欺容疑がかけられているようだ。同社はもはや実質的には破綻しているとはいえ、約48兆円に上る負債をどう処理するかという問題が残されている。 中国不動産市場の問題は個別企業にとどまらない最大手の壁桂園カントリーガーデンは2023年上半期だけで1兆円もの赤字を計上資金繰りが難航し債務不履行寸前で回避するという綱渡りを繰り返している中国紙の報道によると債務不履行予備軍は68社に上るという今回の不動産危機その直接の引き金となったのは2020年夏の政策だ 加熱する不動産市況を引き締めることが目的だったが、債務を削減しなければ、新たな資金調達を制限するというデベロッパー向けの規制が効きすぎた大大大。つまり、債務を増やしてでも土地を買いあされば勝ちという価値パターンは一夜にして書き換わり、債務削減が市場命令となった。多くの不動産企業は瞬く間に資金繰りに苦しみ、物件の建設工事ストップが頻発した。これでは人民の不満が爆発すると 政府は慌てて工事完遂を厳命したが、今度は債務返済の金が足りなくなり、と悪循環が続いた。建設工事完遂は購入者にとっては福音だが、中国全体を見渡すと果たして、これ以上作るべきなのかとの疑問もある。少なくとも一部地域での供給は過剰だ。高層マンションが50棟も集まる巨大団地。その実態を探るべく、紀州省紀陽市郊外にある団地を訪ねた。 市中心からはバスで1時間近くもかかる不便な場所を訪れると、突然として十数階建ての高層マンションが50棟も集まる巨大団地が出現した。壁桂園が手掛けた物件だ。敷地で入り口は顔認証カメラ付きのゲートが設置され、コンシェルジュも待機しているハイソなマンションだが、住民の姿はまばらだ。夜になると、窓に明かりが灯るのは全体の2割に満たない。近隣の店舗も空きが目立ち、ゴーストタウンの雰囲気が漂う。 ほとんどは投資用に購入し、入居せず空室のまま放置しているのだ。しかし、企業市の中古マンション価格はこの2年で1割ほど下がっている。現地では不動産価格は下がらないという、企業の神話が崩壊したと騒ぎになっている。住宅ローンを抱えた購入者たちは気が気ではないようだ。何せ供給過剰は続く一方で、価格が戻る見込みは薄いのだという、このような明かりの灯らぬマンションは中国全土に無数にある。 不動産の供給は過剰だ果たして空室がどれほどあるのか30億人が住めるだけの物件があるとの意見もあるさすがにこれは課題だろうが14億人分以上はあるだろう賀幸元国家統計局副局長の発言だ中国共産党内部からも異常なまでに積み上がった住宅在庫を危惧する声が上がっている致命的な打撃を受ける可能性は中国不動産の現状を見ると バブル崩壊は免れられないかのように思える。専門家の間では、中国は日本化するのかが話題となった。失われた30年とも呼ばれる日本が経験した長期低迷。中国も後を追うのではないか。と、中国経済が転換点を迎えていることは事実だが、日本とは状況は大きく異なる。日本のバブルは三大都市圏が中心で、崩壊後の価格急落も都市中心だった。中国ではむしろ問題は地方や郊外に集中しており、 大都市部は需要もも旺盛で値下がり幅も少ないロシアの最新対砲兵レーダー、配備直後にウクライナ砲兵が破壊。ウクライナ軍はこれまでに、ロシア軍の GPS ジャマー、電波妨害装置を GPS 誘導爆弾で破壊し、ロシア軍の対ドローンジャマーをドローンで爆破した、また、巡航ミサイル撃墜を任務とするロシアの防空拠点を巡航ミサイルで攻撃してもいる。 ロシアが仕掛けたウクライナとの1年11ヶ月に及ぶ戦争ではまるでブラックジョークのような皮肉な結末を迎えた衝突が数多く起きてきたその最新の事例となる今回の出来事は話の始まりから落ちまでが最速のものの一つとなったロシアのメディアは2日朝ロシア軍の最新対砲兵レーダーヤストレブ av がウクライナに配備されたと報じただが数時間後 このレーダーはウクライナ軍の砲兵が同国南部で行った攻撃により爆破された。皮肉はさらに続く。ヤストレブ AV は、ウクライナ軍が運用する米製の高機動ロケット砲システム、ハイマースからロシア軍の部隊を守るのに役立つはずだった。だが、初投入された、そのヤストレブ AV レーダーを破壊するために、ウクライナ軍が使ったと見られる兵器はというと、そう、ハイマースだただし。し 榴弾砲から発射された誘導弾による攻撃だった可能性もある。ヤストレブ AV の損失は単なる笑い話ではなく、重要な意味を持つ。ウクライナでは戦いが消耗戦となるにつれ、対砲兵レーダーを狙う大砲の重要性が日ごとに高まっている。正気は、大砲とドローン、無人機の動きがいい側にある。対砲兵レーダーは、飛んでいる敵の砲弾を発見して、その砲弾の発射地点を特定し、 自のの大砲が敵ににに打撃を加えられるるるようにすることで優位立てるのだウクライナ軍がこの希少なヤストレブ AV を爆破する数時間前、ロシアはミサイル兵と砲兵による戦闘任務の効果的な遂行は、砲撃の効率と戦場での生存性を高める無人航空機の使用とともに、近代的な砲兵偵察装置の使用によっても確保されているとうそぶいていた。だが ハイ砲兵レーダーは極めて高い威力を持つことから、真っ先に標的ともなる、ヤストレブ AV の配備から1日以内に、ウクライナ軍のドローンがその位置を特定し、ハイマースが射程約92キロメートルの GPS 誘導ロケット弾 M30、31で攻撃したとみられる、トラックに搭載された位相配列のレーダーが特徴的な信号を発していたため、ウクライナ軍はヤストレブ AV の居場所を知っていたというのはありうる。 この信号についてはウクライナの情報機関がマークしていた可能性がある元米国防契約管理局 DCMA 品質監査官で電子戦に詳しいトレント・テレンコは電子戦の基本として独特あるいは低密度で価値の高い電波を発するものは優先的に標的となると X 旧ツイッターで指摘した。